9時半です。今日はね、風が朝弱いっていうから朝一からしていこうかな。ちょっと雨です今日。あ、傘いるかな。あ、持ってくれば傘、うん。久々のウル…違うわ。ウルアツだった。クラマス。クラマスだった。いいねユーティーに懐いてんじゃん。あ、違った。あ、違った。あ、インジェルじゃん。クラマスの。かわいい。ちょっと綺麗なと。ほんと？あ、そこはなかったね。なかったよね。うん。なんかちっちゃそうだけど、風がないから今日は。めっちゃ超混んでるじゃん。いいね。横回しでもいいかも。横回しちっちゃくない？いやでもあっちもちっちゃかったらこっちもちっちゃかった、うん、ちょっとね。ちょっとね、こっち横回しでクラマス、うん、横回しこっちクラマス。もう朝一なのに混んでる。ちょっとね、数日うねりがなくって。そうだ、ね、波がちっちゃいんですけど、まあ、インドネシアなんでそこそこできます。日本よりいいと思う。間違いない。今ナイツだから大変。あーね。まあまあ、ちっちゃいけど、楽しめるぐらいはあるから。うんうん。パリでおなじみの、クッキーが乗ってます。募集しています。
疲れ。ちょっとできた。なんかサイズ上がったよね。バッと上がって止まっちゃった今。今ね止まったね。揚げいっぱい入れてたもん。揚げいっぱい今。ちょうど揚げてきてる時に上がってきて今止まったから、とりあえずご飯食べようかな。風も吹いてなかったし。そう風も良かったから。すげえ良かった。もうゾンビゾンビ。ゾンビゾンビ。なんか初心者パラダイスみたいなって。よかったよね。避けんので必死だよね。技がさ、そうかけれないけど。セット乗っても手前にバーって言うからさ、ね、ずっと避けた。あでもいいクラマスじゃん。まああのパン。パン。ご飯食べようか。うん。ご飯食べる。うん、パンケーキ食べたからもうちょっとやってこようかな。もうそろそろ吹き始めるから引いちゃうと良くないだろうから。あと風も吹き始めそうだからね。軽くちょちょっと、まあまた来てるから何もちょっとやってきます。最後にThank you.
またちょっと入ったらすぐポンポンと乗れて、また多分引いてきたら乗ってきちゃうかな。まあでも久々にクラマスできて楽しかったな。結構思ったより人も多かったし、波数も少なかったけど、時間帯でたまに結構セット来る時があって、その時乗れたりしたから、まあ、練習にもなったし、2日目は楽しめました。またそんな感じ、とりあえず1回ホテル戻ってゆっくりしようかな感じで、お疲れ様です。お疲れ様です。お昼ご飯は地元のナシちゃんプロを食べに来ました。この人は海パン忘れたのでタオル巻いてます。美味しそう。そんなかな、辛そうに見える全部。確かにサンバル辛いよ。これ辛そうなサンブルだね、だいぶ。え、確かにナシアンプル初めて。いただきます。ファンタのイチゴ味、ね、日本ないんじゃない。シロップ、かき氷のシロップ食べ終わったらさ、舌がバク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 すごい色だね。やばいね。着色料の塊。グレープとか出てくるかと思ったらファンタ飲んだから。日本だったらグレープかオレンジだもんね。